ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介じゃないんですね。今日は違いますね、はい、ちょっと、ね、ちょっとスペシャルな車の紹介をしたいと思います、はい、紹介する車がこちらでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとグダグダスタートですけど大丈夫ですか。いやもうね、はい、ちょっとね、ちょっとこの車の気迫にやられてやられちゃって、はいはい、紹介する車がこちら、ね、W223、はい、旬な車ですね、はい、7年ぶりに帰ってきましたね、はい、帰ってきましたね、はい、ちょっとこの車特別にちょっとお借りできたんで、そうですね、はいはい、ちょっと急遽ですね、本当に急遽バタバタでしたよね、バタバタで、はいはい、ちょっと撮影ということになりました、はい、なんでちょっと今日はこの車紹介はできないんで、はいはい、まあ、紹介する動画いっぱい上がってますしね、はい、紹介できない、紹介できなくないですか。ちょっと一夜漬けのこう、あ、そうそうね、はい、そうね、情報だとちょっとあんまり紹介できないと思うんで、はい、まあ、ちょっとよりちょっと素人よりな感じで、はい、車屋さん目線と素人目線でこの車を見たらどうなるのかっていう、そういう動画で、俺のハードル上げてるしよ。いや小島さん的にはもうちょっと車いやいや、はい、わかりました。そんな動画をお届けしたいと思います、はいはい、で今回ちょっと7年ぶりにこうフルモデルチェンジってことですけど、はい、もう全体的に車なんか大きくなってますね。そうですね、一応大きさとしては幅もやっぱり広くなってて、長さがホイールベースが一番、まあ、なんて言いましょうか、長くなってるのが、まあ、ポイントになってますね、はい、なんかロングで50ミリぐらい、はい、ショートで70ミリぐらい、そうですね、はい、だからかなり後ろのスペースを多分かなり取ってるんじゃないかなと思いますね。で僕正直これあの画像で見たときはちょっとデザインもやっぱり S ってこう後から出てくるじゃないですか、だから特にこう目新しさもないし、うーんと思ったんですよ。ただこれ実写見るとこのデカさとこの何ですか、迫力にやられますね。そうですね、はい、ちょっとこの映像で見てたのとか写真で見てたのとだいぶイメージが違いました。はい、やっぱりこの風格がすごい、風格がね、はい、そして外装からいきましょうか。外装本当、はい、とにかくグリルが今回すごくでかくなりましたよね。でかくなりましたね。こんなにでかくなっちゃうんですね、はい、ちょっと濃いみたいですよ。はい、濃い濃いっすか。濃い魚のすか。魚のちょっとでも魚っぽくなってますね。確かにそうですね、はい、ここら辺ね、やっぱりちょっと僕たち側からするとドレスアップの要素はあるんじゃないかなっていう。あ、そうですね、やっぱりメッキパーツなんかかなり多いんで、はいはい、この辺は僕一点ちょっとこれどうしてこうなったと思っちゃったんですけど。そうですね、だから前今まではこうパカってね出る形だったと思うんですけど、はいはい、随時こう出てる形っていうのは多分今後で試乗すれば分かるんじゃないかなと。あ、はい、ちょっと機能につながってるんですよ、はい、やっぱりもうしょうがないのかなと思う。常時多分映し出してると思うので、ちょっとどっか真ん中に持ってきてほしかったんですよ。あともうちょっと目立たなくできなかったのかなっていう。例えばねここら辺とかね、はい、なんかどういうのか分かんないですけどね。なんか後付けでフロントカメラつけましたみたいな感じじゃないですか、はいはい、ちょっとメーカーだったらもうちょっと上手に、はい、でそういうこと言うとまた怒られちゃうんです僕、はい、いやただ今回はあれですよね、忖度なしでやっていいんですよね。そうですね、はい、一応お借りしてますけど、はい、僕はダメですツッチが忖度なしで忖度なしで、はいはいはい、やってください、はいはい。で今回 AMG のパッケージということで、はい、バンパーがちょっとこうスタイリッシュな方スタイリッシュになってますね。でももうでもこっちの方が主流になるんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、あとは63がこの後控えてますから、はい、それでまたガラッと変わってくるんじゃないかなっていう、はいはい、でこの辺もしっかりこうダクトでちゃんと抜けてるんですね、はい、タイヤ中にこう奥に抜けてるんですよこれちゃんと、うん、結構ねダミーで抜けてないのがあるとちょっと残念ですけど ね、 そ, うですね、はい、そこら辺しっかりしてますよね。であとはやっぱりこれはこのままだったんですね。これずっと続けるんですね。いや、ここはこれはもう S の特権じゃないですか。いや特権なんですけど、なんか僕 S のホームページ見たら、なんかその伝統に縛られないみたいな、伝統を追い求めないみたいなこと言ってたんですよ。いやで内装とかかなりガラッと変えたらしいんですけど、やっぱりでもここはそのまま続けるんだと思う。いや、これはもうこれはこれはですよ。だから続けるんですか。はい、続けてほしいです逆に。はい。そしてヘッドライトは、はい、これがすごいんですよね。今回のヘッドライトはすごいみたいですね。小島さん予習しました。予習ですか、はい、それでまたすぐハードル上げる。僕ちょっと昨日いろいろ動画見たりして、うんうん、はい、ちょっと予習しちゃいました、はい、いやだからすごいもうアニメーションが映し出されたりとかって、そう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 、もう本当にすごいなっていう。100、1300、160万画素らしいですよ。あ、160万、はい、間違ってたらすみません。なんとかピクセルって思えたんですよね。あ、そう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 、そうですね、はい、だから海外のサイトとかだとこうアニメーションを映したりとかっていうのはなんかしてるようなことはありましたよね、はい、で今までもなんか80個ぐらいこう LED 貼ってて、はいはい、こう対向車とかバーって避けたりとかしてくれたのに、はい、プラスして今度路面にこう、はい、
なんか先工事してたら工事しますよって出したりとか、そうそう、そういうこともできるんですよね、はい、それでもでも日本ではないですよね多分、はい、なんか仙台モデルもなんかその、うん、エンジンかけた時にバーって出てきたりとか、あと文字出したりとかっていうのができたんですよね、はいはいはい、さらにそれがなんか進化してるすごいみたいですね、はい、実際じゃあ運転してる時にどこまでやるのかっていうところですよね。まあそうですね、はい、だと僕こうヘッドライトの進化すごいなと思ったんですけど、うん、逆にこうメカ的視点でいくと、うん、これもう傷つけられないなと思って、あそうですね、もう値段多分相当な金額相当ですよね、はい、例えば、まあ、これも言っちゃ悪いかもしれないけどじゃあここ1個玉が切れちゃいましたってなった時に全部交換になるわけでしょ。もうまあ LED なんて長寿命ではありますけど絶対ではないですからね、うん、ですよね、はい、だからヘッドライトに不具合出た時に交換って言ったら多分本当に左右で100万円とか多分超えてくるんじゃないかなっていう、で本当にちょっとなんかこすっただけとかだとちょっともうどうすることもできないみたいな、はい、早めにちょっと絶対車両保険入った方がいいですね。いやいや本当ですよ、ね、あとプロテクション貼った方がいいですねヘッドライト絶対、あ飛び石とかね、そうそうそう、あちょっとこすっちゃったとかっていうのがあるんで、だからちょっとヘッドライト進化していくのはいいんですけどちょっと僕としてはちょっと心配になっちゃいました、うん、いやそこら辺ちょっと庶民派的なちょっと心配ですけどでも大事ですよね、はい、大事ですよね、はい、そんな感じで、まあ、ちょっとこのライトの映りをまた後で、そうですね、はい、カットで撮っていただければと思います。ちょっとライトもかなり複雑な造形になりましたよね、はい、また現行からさらに進化して、ね、ライトがねブルーに光る、ここ青く光るんですよ、はい、で他のモデルでも定番のこの眉毛が、はいはい、ちょっと光る感じで、これ眉毛って日本人だけこう眉毛って言ってるのかと思ったらちゃんと外人でもなんかアイブロウって言ってるんですよね。あ、そうなの、ユースターズ、そしてこの足元ですよ、はいはい、一番ちっちゃいのだと18インチ、そうですね、はい、で今回の車は MG ラインなんで、はい、20インチが装着されていると、はい、そしてなんかこの内側のインシュレーターというか、はい、ハウスの中もちょっとこうモコモコなったりとか、はい、ここら辺もねちょっとお金かかってる感じですね。そうですね、で当然のエアサスで、はいはい、まあ、ボンド的にはちょっとこのローダウンどうしようかなっていう、ちょっとデータ取っちゃった、いやわかんないです、あそう、多分これからでも確実にローダウンの需要もあるじゃないですか、はい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 、ありますね、もちろん純正でも上げたり下げたりできるんですけど、うん、もう少し下げたくないですか、うん、いやでもこれ今下がってる状態なんでもう少し行きたいですね、全然うち的には、はい、カタログ車高ぐらいにしたいですね、せめて大体カタログ車高とかも下げてありますからね、下げてあるね、はい、あれずるいずるいですよ ね、 ずるいよね、メーカー側もちゃんとローダウンした方がかっこいいっての分かってるんですよ、うん、だ結構画像処理で下げたりとかってするんで、うんうん、それぐらいはちょっとしたいなっていう、この足元で、はい、キャリパーもさすがの S クラスですよ、はい、MG じゃなくてもどでかいキャリパーで、そうですね、はいはい、であと横で行くと、はい、なんかこの窓枠とかはなんかもうずっとなんか一緒じゃないですか、うん、なんか変わらないですよね、この質感もそうだし質感で、ね、うん、デザインもそうだし、うん、はい、この辺はねいろいろ多分パッケージによって分けてくるんじゃないかなと思いますけど、なんかもうメルセデスらしいところはちゃんと残ってますよね、はいはい、でしっかりこの辺ミラーも毎回こう出るたびにどうなるのかなっていう感じですけど、うん、意外に普通ですね。でもミラーの方ってもう進化しようがないんじゃないですか、うん、まあね某メーカーだとあのねミラーというかその映像で映し出したりしてますけど、もう次の進化だからそこですよね、そこしかないですよね、はい、形的に進化ってなかなかないと思いますけどね。でも多分次あたりで僕そうしてくるんじゃないかなと思ってるんですよ、次の、はい、マイナーチェンジごとかね、そうそう、マイナーチェンジか、まあ、その次か分かんないですけど、うん、だってドアノブなくしたじゃないですか、そうね、はい、あ開けちゃった、出ましたね今、はいはい、ドアノブがこう引っ込めた、はい、これこの空気抵抗をなくすためですよ、はいはい、だそれやってくるぐらいだから、うん、ミラーの方が空気抵抗多いじゃないですか、だからミラーも多分時期になくしてくるんじゃないかなって、うん、あと今回先に出ちゃいましたけど、はい、一番 のポイントとしてはここやってきましたね、はいはい、もうこれねちょっとね重たいっていう、そうですね、いろいろ意見があるみたいありますけど、はいはい、まあ、ちょっとそれ後で長い内装のところでいきましょうか、はい、じゃあとははい、手つなぎますかいや本当にめちゃめちゃでかいんですよ、はいはい、びっくりっすよね、はい、なんか実際のこの数字的なものよりかも実写見ると大きく感じますよね、本当に長く感じますね。変な話ですけど、まあ、後々マイバッハが出るじゃないですか、どんだけ長くなんですかね、どんだけ長くなんだって話ですよね、はい、もし出たとしたらですけど、なんかデザイン的にそうしてるらしいですよね、わざと、はい、この直線プレスラインをなるべく取らないで、はい、ここだけにこう集約させて長く見せてるって言ってました、ね、はい、だこのラインがちょうどこういうラインですよね、こう一回へこんでますよねここで、うん、はい、でこう出てるっていう、
そして後ろ行きましょうか。後ろこれいらなくないですか。もう MG だとこれついちゃうんですか。うん、ついちゃうんじゃないかな。こうはみ体 OK になったじゃないですか、うんうん、1.5 センチまで、うん、1.5 センチだっけ、1センチか、うん、はい、これなくてもいける気がするんですけど、こうちょっと、あ、あとごめんなさい、ね、ホイールベースの話になっちゃったんですけど、はい、その最初回転半径とかっていうのがこんだけ広いんですけど、 S クラスって E クラス並みの、そう、はい、E クラス並みのあれになってるんですよ、ね、5.5 から 5.4 ぐらいなんですよね、はいはい、そうです。でびっくりしますよね。そうです、だからこんだけ長くても取り回しはしやすい。でその秘密がなんとリアのこの 4WS の機構にあるっていう、はいはい、ちょっと気持ち悪い動きをするっていうね、はい、それまず取りますか。取りましょう。はい、取りましょう。だグワッてこう、はい、で60キロ以内だと反対に切れて、はい、60キロ以上だとその切った方向に切って、はい、で高速道路の車線工とかやってみたいんですよ。ちょっとどういう動きするのかなと思って、ね、真横に移動してほぼシュンってこう、だ乗り味が多分変わってくるんだろうね多分ね、うん、とその辺楽しみですよね。そうですね。でリアのホイールも MG のパッケージ入れるとちょっと太くなるんですよね、うん、入れないと確か4本通しなんですけど、はい、入れると285になって、はいはい、ちょっと太い。その関係でもしかしたらついてるかもしれないですね、これ、うん、まあでもね、メーカーもやっぱり デビューしたんで、やっぱりそういう手探りな部分もあるんじゃないですか。そうなんですかね。いや、あると思いますよ。ちょっとこれ僕的にはちょっとかっこ悪いんで、ちょっといらないな、はい、日本仕様もみんなついてますけど、はい、収車、はい、こんな感じで。あと僕今回あんまりあの人の動画あんまり見ないんですよ、うん、ちょっとそういう同じこと言っちゃうんで、はい、ただ今回ちょっとその衝撃的だったのは、あのちょっと他の動画でも言っちゃってるんですけど、はい、なんかこの C ピラーの中にウレタン充填してるらしいですよ、はい、え、あ、そうなの。なんかその静かにするためと剛性上げるため、はい、で僕それ聞いた時に、うん、もう20年か25年ぐらい前ですかね、なんかその走り屋で結構やったんですよ。そもう本当に、うん、そう、峠でドリフトしてる人たちがその剛性上げるのにロールバーとかじゃなくて発泡ウレタンその中充填してとかって、あ、それ今これに来るんだと思って、はい、でだいぶ変わってるらしいですよ。らしいんだ、はい、じゃあちょっと防音性はね、後でちょっとそうですね、それも体感できるんでやってみましょう。じゃあ続いてリア周りを、はいはい、リアもこれだいぶ変わったんですよね、この LED ですね。もうとにかくデザインが、はい、ちょっと光らせてみますか。光らせましょう。これ、まあ、シーケンシャルなのは当たり前なんですけど、ね、この立体的な造形なんすかこれ。これでもよくこれ日本登録できましたね。これこれね、アウディのあのビロビロビロって光るやつあるじゃないですか。あれダメになったんですよね。ダメダメだったね。そうよね、うん、なんであれがダメでこれが OK なのかちょっとよく理解に苦しみますけど、うん、これもすごいっすね、はい、なんか222の後期もなんかこうジョジョジョって光ったりして、すごいよね。でもこれねすごいなと思ったんですけど、これでまたさらに、だってこれ3列ですか奥、うん、はあ、これでもあのシーケンシャルですけど、ハザードの時はあ普通の点滅になるんですよね。普通の点滅なんね。確かにシーケンシャルでこうハザードだとわけわかんなくなっちゃう、うん、ちょっとわけわかんない、ね、隠れた時とか、うん、すごい。でもこういう光り物をこうカメラで伝えたいんですけど、うん、こうシャッタースピードの関係とかあったりするんで、うん、思ってたのと違う風に撮れてたりするんで、ちょっと伝わってるかどうかわかんないですけど、で、あとこのテールランプがこのトランクまでっていうのが初めて、はいはいはい、らしいですよね。ちょっとね、いろんな車に似ているというか、まあそうですね、テールってでもあんまり特徴出せないもんね。あとはこうすごくここが傾斜がついたなっていう、ここもそうですよね。でもなんか安定なデザインじゃないですか。まあまあまあ、まあ、まあデザイン的にはこう後出しじゃないですか、うん、先にこう E クラスが出てたりとかするんで、まあうんまあうね、はい、うわすごい新しいなっていう感じしないですけど、うん、まあ安定のって感じですね。でまあこの中のね、じゃテールのランプが安定のって感じですね。安定のか新しい感じで、で当然その辺もついてると、はい、はい、でトランクは、あ、広い、奥行きありますよね。これサブウーファーのオプションつけるとつけないとだいぶ違いますね。そう、ここにね、はい、だからだからあれ、あれついてない、ツイッターついてなかったですもんね、フルメスターのオプションだと、ここにサブウーファーのあれがつくんで結構盛り上がりますよね。そこ塞がっちゃうと思うんですけど、結構出てました、このぐらい出てましたよ、はい、うん、それないと全然余裕の、ね、もうだって本当に奥かなり深さもあるし、
で下は、あ、下ほとんど収納ないんですね、うん、こんな感じで、で恒例のゴルフバッグを入れてみましょう、はい、行きましょう、はい、お借りしているので、はい、慎重に、あーもう余裕ですね、余裕ですね、はい、でも4つは無理ですね、4ついけんじゃないですかこれ高さ的に、いけないですか、いやいけないです、いけない、これで重ねられそうな気がしますけど、これドライブ入んないじゃないですか、あ、そっかそっかそっか、うん、そうですね、まあ、あーそうですね、でもさっきも言ったけどこれあったらもうねあれだからね、そうですね、はい、うん、まあ2つですね、全体的にこう直線ですけどちゃんとこう流線形になってますよね、うんうんうん、だからこうバンパーも割とこう四角なのにここすげえ丸いんですよ、うん、テールランプのここは、だからなんか本当にちょっと自社見た方がいいですねこれ、みんな、そう、はい、カタログじゃわからないですねわかんないですねこれ、うんうん、はい、じゃ続いて内装の紹介の前に鍵もなんか今回から、うん、今回からですよね、そうね、この鍵もこれですか、いやいや違うんじゃないかな、E はもうちょっとこう四角いやつだ、ちょっとこの、まあ、でも年々で変わっていくんでもしかしたらこういう風に統一されてるかもしれないですね、こんなデザインの、はい、結構シンプルですけどちょっと高級感、ちょっと未来感を僕感じるんですけど、うん、はい、カメラマンと小島さんにはそうって言われたんですけど、うん、はい、こんな鍵で、はい、そして当然 の、はい、あのデジタルカメラ、デジタルキーとか BM あるじゃない、はい、ああいうの見ちゃってるとやっぱり、あ、確かに、はい、そしてドアノブはこんな感じで、あ、ちゃんとベンツって入ってるんですねここで、ここがみんななんか重たいって言うんですか、うん、重たいっていう、最初重たかったよね、はい、僕重たいと思っちゃう、うん、コツがある、コツが、はい、そしたらこれ重たいんじゃなくて、あの僕体感の時もあのそうだったんですけど、これスイッチなんですね、そうです、スイッチ、メカじゃないんですね、はい、メカじゃないんです、だからこれ引っ張ってこのスイッチがカチッてなれば勝手に開くっていう、だそれをこう引っ張って開けようとすると重たいっていう、コツがいりますね、だからちゃんとこの引いてこのスイッチをオンにすれば普通に開くという、で中はこんな感じで、だいぶ進化しましたね、中は本当に進化しましたね、全く全然別の車ですよね、別の車です、なんかもう222の延長線上っていうよりかはもうなんかもう新しく、正直あのハンドルの時にベンツマークなかったら何の車か分かんないですよね、確かに、うん、もうダッシュボードのデザインとかも、うん、全く変わりましたね、はあ、未来、未来です、はい、ちょっとドアからいきましょうか、ドアも今回すごいんですよね、うん、まずライトのスイッチがまさかのここになったっていう、うん、これどうなんですか、どうなんだろうねでもちょっと今回のダッシュボードのデザインでいくと、うん、ここにあったら確かに操作しづらいなっていうのは思ったんです、うんうん、あとレバーもちょっと違うし、多分今まで見た車のメーカーの中で初じゃないですか、ドアの上にライトがあるの、でマクラーレンみたいにここにエアコンとかもありますけど、うんうん、ちょっとここにドアスイッチ、あの、うん、ライトのスイッチ、そして今回アンビエントがかなり進化しますよね、これ、うん、なんすかこれ、どうなってんすか、色変えられるのはもちろんですけど、なんかいろいろそのパターンでこう、うん、だからさっきのその光るって言ったところも、ここに歩行者がいたりするとここは光ったり、はいはい、開けるときにですよね、そう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 、そういう機能もついてる、ついてますし、でこのシートの調整も今回変わって、うん、押すスイッチじゃなくなったんですね、うん、触れるっていう、触れる感じですね、で本当に、あの本当未来ですよね、はあ、ボタン類関係も、うん、はい、あ、この辺もじゃないですか、そう、本当に触るっていう感じですよね、物理キーじゃなくなってるんですよね、うん、なんか触るタイプ、まあ、もちろん これは押せますけど、はい、パワーウィンドウなんかは、うん、あ、割と軽い、この辺は普通に物理キーですね、うん、でもそこら辺は多分安全性も込めてやっぱり意思表示しっかりしないといけないところなので、なるほど、動いちゃったとかじゃなくて、はい、で今回なんかとにかく全部浮いてるデザインらしいですよね、はい、ここもそうだし、ここもそうだし、あ、で今回オーディオ標準の車なんでここだけ、はい、オプションの場合はここに同じこのブルメスターの、はい、入って、はい、ちょっとキラキラのこのネットというかメッシュになって、はい、こっちにもですよね、ボンドプラスで出して、ね、出してすんじゃないですか、多分出てきそうな気がします、はい、ただ今回部品がここ丸ごとになるんで、え、嘘、はい、え、この中だけ交換できますかね、こっちごとじゃないですか、そうだ、ここつながってるんだ、ですよね、はあ、今度はちょっと結構大掛かりになりそうな気がしますけど、だね、はあ、箱に入ってツイッター2個っていうよりかはもうでかい段ボール箱に
これごと入ってここ繋がってんだ。しかもでも小島さんこっちにもスピーカーつくんですよね、こっちにも。ああそうね、うん、だからこことここ変わってて、うん、ここ変わってないとおかしいから、うん、ドア張り効果になっちゃうじゃないですか。あ流行るかどうかわからないですけど、トランクのリア、はい、あのサブウーファーは我慢してオプションでつけてもいいかなって感じかな。かもしれないですね、はい、ちょっとここ、これになってるかどうかって結構重要じゃないですか、うん、見た目的にも、うんうんうん、開けて見えちゃいますしね。そうね、はい、でもそこら辺はいいんじゃない。なるほど、こんなドアになってて、で僕乗ってみていいですか。じゃあ、はい、よいしょ。これダッシュボード張り出しきついですね、結構、うん、結構とんがってますね。よいしょ。乗るとこんな感じです、はい、もうハンドルも新しいですよね、うん、あこの辺も全部あれだ、一個一個のスイッチあれですね、タッチですね。そこら辺はでも変わそんなにかあのメニュー的には変わってないと思います、はい、だから今のこのハンドル乗ってる人が乗ったら、はい、なんとなく分かりますね。そうですね、ああそうですね、そうですね、うんはい、ただ今までってこう一応物理キーだったじゃないですか、確か。そうですよね。いや場所によっては違う、ここの真ん中だけじゃないですか、うんうん、それが全部タッチになってて、うん、押すのはこうまとめて押すタイプのやつになってるし、そして本当に小島さん言う通りこのメルセデスのこのこれなかったら何のハンドルか分かんないですね、うん、でこのメーター、この今カメラで撮ってるとピコピコしてるんですけど、これでなんか顔認証ですね、してるんですよね、はい、でこの表示、うん、3DS じゃないですか、任天堂 3DS ですよこの 3D にこうこれ いります正直、はい、あの僕ちょっとここまで車乗ってくるときに乗らせてもらってやりましたけど、すごいなと思いましたけど、見づらくないですか。いらないです。僕もちょっと見づらいと思っちゃった。いやもうでもそれ時代なんじゃないですか。僕たちみたいなおっさんは 3D 別にそのね、はい、映画館行った時も 3D あんまり見れないでしょ。でも今のこれからの世代の人たちって 3D に慣れてるから、それもなるんじゃないですか。だってもう任天堂 3DS も速攻 3D オフにして 2D でやってましょう。そうそうそう、目が追いつかないね。ちょっとこれは僕はかなり違和感あるっす、これは、うん、はい、確かにちょっと。でもやっぱりその技術を追求していくと、技術をやっぱり乗っけていくってことであればいいと思いますよ。なんかちょっと新しさというよりかは、なんかあでもあの前の車をそのアシスタントで追っかけたりするんですよ。その時に 3D だと、あ距離感が分かる、距離感がちょっとなんか分かりやすい感じがします。確かにそれはあるかもしれないですね、うん、こんな感じで今 3D になってます、なってます、うん、だからこれが画面じゃ全く伝わらないんですよ、うん、こいつら何言ってんだろうっていう、うん、レベルの話になると思うんですけど、これは皆さん実写を見ましょう、はい、あそうアシスタントこの画面、はい、この画面、はい、うん、だから確かに距離感はつかみやすいですよ、うん、だからもうすごく分かりやすく説明するんだったら任天堂 3DS だと思ってもらえば、一回その 2D に変えてみて、はい、あ変えられるんですよね、はい、分かんないですね。でも 3D モードオフにしても、うん、普通に何ていうんですか見れますよ、うん、はい、そういうデザインなんで、そこはあれですよ、はい、自慢ですよ俺ベンツやったぞっていうところで本当すかそしてちょっとこれ一回メーター飛ばしましょう。そしてこれですよね、このでかいモニター、はい、これが今回ちょっと内装のトピックというか、でなんかそのメルセデスのホームページでも言ってましたけど、なんかこれをなんかこうにインスピレーションを受けて内装でデザインされてるらしいですよ、うんうん、こう全部水平基調で、うんうん、全部こういうとことも四角で、ここがまず主軸ってことですね。そう、はい、でもうこのエアコンのデザインもダッシュボードのデザインも、はい、とにかく全部この四角になってるのはここから来てるらしいですよ、はい、で今までの車って言ってもこっちがこう普通に操作できてタッチでも操作できるって感じだったじゃないですか、うんうん、でもこれからタッチ前提じゃないですか、うん、だからかなり画面がこっちに来て、うん、確かに使いやすくなったんですよね、はい、だからまあ iPad なんですよ。でここ指紋認証もついてるんですよね、うん、だから本当 iPad ですよね。 iPad ですよ。ちょっとでもテスラが出ちゃってるんで、うん、ちょっとこういやいやテスラもそうだしボルボもそうじゃないですか、ちょっとそういう感じじゃないです かそのまあ、新鮮度っていうのはまあまあそうす、ね、ちょっと未来によったかなって感じですよね。ただもうすごいでかいでかいです、はい、でもな中は正直すごい、もうさっき
何ですか、触りましたけど触りきれないですよね。でちゃんと今のやつ全部あれなんですよね、この手袋してても反応するんですよね、いやすごいこれ、こんな感じで、はい、これ言ってみたらいいですか、はいメルセデス、これ かけないってじゃないですか、かけなくても大丈夫です、いけます、はいメルセデス、シカトです、はいメルセデス、どうぞお話しください、えここは、ここが光る、あ、そうですね、喋ってる人のところが光るんです、もう一度お話し、今運転席で喋ってるからここが、助手席で喋るとここが、でパッケージ入れるとリアでも使えるんですよね、うん、そうです、あれパッケージ入れなくても使えるんですか、申し訳ありません、ただいまサポートすることができません、でこれ暑いって言うとエアコン下げてくれたりとか、さっきだからウラーテンから埼玉スーパーアリーナに行きたいって言ったら、現在の阿武隈東野湖町の気温はマイナス5度、強い西風が吹いています、はい、何を行いますか、大丈夫です、もう一度お話しください、はい、これはちょっと使いこなさないと、ありがとう、申し訳ありません、ただいまサポートすることができません、はい、まあこういう感じですね、はい、これは時期進化していくんでしょう、はい、いやでも僕らの使い方も多分だいぶ進化してると思いますよ、僕らの使い方も多分あると思いますし、はいはい、ただあとはだからその機能操作が分かんなくても言えばやってくれるっていう、そうです、はい、ちょっとこの辺はまあまあいわゆるこう、まあ、家でも結構皆さん今使われてるじゃないですか、はい、まあね、はい、ちょっとそんな感じの、まあ、今後に期待っていう感じじゃないですか、はい、最初からなんか全部使えてすげーって感じではないですよね、いやいやいや、俺らが使いこなせてないだけであって、本当ですか、使える、すごい使える、使えるから、ホンダ E の試乗動画とかでも結構そのアシスタントとこうやり取りあるんですけど、はいはいはい、結構こうあ、そう、はい、じゃちょっと後で試乗の時にやってみましょう、そうですね、はい、はい、ちょっとその辺やってみたいと思います、でこの辺の関係で全部デザインがここも全部浮いてて、はい、ここもちょっとこれめちゃ掃除しづらそうじゃないですか、ここね、こう秘密の、はい、抜けてんすよね、抜けてます、いやここはいいですよまだ、うん、この裏とかどうやって拭くんだろうって、ホコリとか溜まったら、うん、ちょっと思っちゃう、ここもそうっすけど、だからなんかデザイン複雑にするのはいいですけど掃除しづらくなってんなみたいな、うん、でもこの手の車に乗る人自分で拭かないからいいんですかね、そうです、はい、こんな感じで、エアコンの、はい、どうすかこれ、これは僕個人的にどうかなっていう、でこの辺も全部こう立っちゃうんですよね、うんうん、どうですか、ちょっと正直言っていいですか、うん、ちょっと S っぽくないなと思っちゃったっす、でしょ、はい、ちょっともうちょっと下のグレードの車っぽい、なんかさこういうのをさここら辺に埋め込んで見えないようにしてわーってなんかこう、あでここもう真正面はここでやるみたいな、うんうんうん、こうするね、うん、全然違いますよね今のと、だから本当にでこれここら辺見ると、はい、これ使えるか使わなくていいと思うんですけど、はい、全然高級感、ちょっと高級感って感じしない、これでもあれじゃないですか、あこれ一応ウッドなんですね、うん、ウッドのこの選び方次第じゃないですか、そうかな、この明るいウッドとかあるか分かんないですけど、うんうん、ちょっともうちょっと明るめのウッドとか、うん、あとはそのオープンフィニッシュのがあるか分かんないですけど、うん、ちょっとその質感次第でこれだいぶ違ってくると思うんですよ、いや近未来だなって感じはしますけど、なんかね、ちょっと面積的にもちょっと広いですしね、うん、今回こんな感じに、それよりこれのこのとんがりが僕の方気になるんです、とんがりがね、うん、とんがりコーンが、うん、そしてここはこんな感じで、はい、これも結構みんな言ってるみたいですね、ドリンクホルダー、はい、縦になっちゃった、はいはいはい、これ横の方が良かったっていう、はい、で僕はそんな別に気にならないですけど、ドリンクホルダー結構頻繁におくね、2人で乗る人はあれじゃないです か、うん、だからデザイン的には確かに横の方がちょっとデザイン的にはいいかなって気がします、うん、だとこの辺がこの充電ついてここだけ充電ね、うん、でタイプ C で、うん、はい、いやなんかこの辺の動きとかさすがだなと思っちゃうっす、スーって、うん、こんな感じで、でここはこの浅いっすね、浅い、めっちゃ浅いっすね、浅い、もうお財布ぐらいしか入んないじゃないですか、うん、財布を持つ時代じゃないんじゃないですか、いやまあそうっすけどめっちゃ浅いです、
でもこの辺ちょっとそのカメラとかですよね、うん、はい、この辺のカメラとかも、あ、今ドア開いちゃってますから出ませんけど、うん、こっち閉めましょうか、小島さん乗ります、いいですか、はい、今後ろが開いちゃってます、あ、後ろ開いちゃってる、はい、あ、こうか、360度でこんな感じで全部だからもう車ぶつけるっていうことがこれ使いこなせればなくなるっていう、全部見えないとこがこんな感じで実車と組み合わさって見えるんで、まあ、この辺はまあ確かに便利かなっていう気がしますね。フロントカメラ、リアカメラ、サイドもそうだし、はい、この辺の便利機能はもうフルフルでついてるって感じですね。いいですか、はい、いや、乗ろうかな、はい、乗りますか。あとヘッドアップディスプレイもオプションでしたっけ、なんか AR と組み合わさって拡張現実で、え、でもそヘッドアップディスプレイ自体はついてる、標準だと思うんですよね。なんか実際のその道路にこう、そこ曲がるんですよってこう出してくれたりとか、あ、出ます出ます、はい、その辺もついてる、うん、こんな感じで。でもこの辺はナビ使うと、はい、ナビの画面もそうだけど、はい、要は映像で実写と組み合わせてくれるんですよね。そう、実写と組み合わせてくれるんで、はい、非常に分かりやすいですよ、はい、で、あとはなんか結構ジェスチャーコントロールでこうサンルーフがこうか閉められたりとか、これいります？いや、どう、いやでも例えばその、はい、運転してる人だったらいいんじゃないの、ボタン探さなくていいじゃないですか。でボタンここにあれば別に普通にあれじゃないですか。あ、なんか空振りした時の方がなんかちょっとあれだなと思っちゃいますね、うん、まあ、止める時とかはね、まあでも技術の進化のためには必要なんじゃないですか。あとなんかこう助手席の荷物取ろうとした時にこう照らしてくれたりとか、ね、そういうのもついてるらしいですよね、うん、それはでも仙台からついてるらしいですよね。仙台からついてる、うん、はい、そんなのもついてて、まあ、この辺はちょっとって感じがしちゃいました、うん、僕は。結構ナビとかでもそのジェスチャーコントロールついてたりするじゃないですか、うん、けどなんかちょっとした動きに反応して、うん、思ってたのと違う風に反応しちゃったりとかっていうのあるんで、うん、結構オフにしたりとかっていうのもあるんで、まあ、この辺は慣れかもしれないですけど、うん、でまあこの辺はまあ相変わらずというか変わらずという、はい、パブリックのちゃんと2枚のバイザーで、はい、あーでもこの辺の電気とかもすごく新しくなってますね、うん、ああかっこいい、こんな感じです。ちょっとじゃあ後ろも乗ってみましょうか。はい、じゃあ続いて後ろも見てみたいと思います。こんな感じでもう小島店長がスタンバってますけど、もう後ろはもうさすがの広さじゃないですか。いやもう十分ですね。もともとロングだし長くなってるし、うん、この多分、ね、オプションでついてるこの枕あるじゃないですか、これもう最高ですね。これこれ前にもついてますよね。前にもね、ついてますけど、はい、最高ですね。で、モニターも一応、こっちだけですかね、このリアのこれがついてるの、はい、チョーファーの。でも助手席の後ろが特等席っていう話ですよね。そうですね、はい、もう超余裕の広さ、もう前も上もですよね。前をこう、出していただいて、はい、こんな感じで、ね、うわぁ、もうファーストクラスじゃないですか。ファーストクラス乗ったことないですけど、ああファーストクラスです、うん、もう足もこの余裕の広さですごい前まで来ますよ。でヘッドレストも倒れるんですよね、うんうん、すごい。そしてこの後ろの開放感すごい、すごいですよ。これで、いや、倒れましたね。ヘッドレストが。すごいなこれ。わわ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 。なんかすごい、本当すごいしか言えないね。これ本当に、はい。これ足元すごいっすねこれ。すごいです、ね。寝られますね。はい、そんなね170ぐらいですけど。それマックスですか今。いやもう勝手にこれ動いてる、なんか設定してる感じで。
あ、いてててて、それ足乗せるんじゃないですか。乗せるんだか、乗せるんだか、はい、あ、いてて、はい、ちょっとこういう口ハプニングが昭和館に乗り慣れてないとこうなるわけですね。そうです。よかった、足がつる、足がつる。よかった小島店長で僕じゃなくてだから実験。ああ、ちなみに小島店長身長いくつですか。170弱です、はい、もう余裕ですね。全然余裕ですね、はい、これ取れるんですよね。取れます。これで、あ、もう要は遠くなっちゃうから、うん、はい、タブレットで全部できるっていう。いいですね、これ最高ですね。土屋くん行こうか、はい、かしこまりました小島社長、はい、っていう感じですよね。そんな感じですね。で、リアにエアバッグが世界初でしたっけ。あ、ここのね、はい、ここに入ってますね。リアエアバッグがなんとついてるという、はい、だからもう後ろの人の乗員保護まで、はい、ね、最先端を行ってるっていう。ちょっともうこんなに寝そべるの歯医者さんぐらいですよ。そうですね、そうですね、はい、もうさすがにでもこの安全装備とこのリアの豪華さはちょっと僕さすがだなと思いました、メルセデス。期待を裏切らない。ここはもうちょっと最近バズってるツッチーでも、はい、いや、バズってないです。あ、そう、はい、若干炎上してる。炎上してる、はい、いや、これすごいな。すごいですね。まあでもこれでも正直あの先代の S もあるじゃないですか。それ超えてません。いや、そんなに超えてない気がしますね。本当ですか、うん、でもここはやっぱりそういうちっちゃいギミックで、ギミック、はい、そうそうそう、演出されてるか、ね、されてる感じはしますね。さすがだな、もう S 最高だな。プチハプに靴がちょっと靴が使い慣れてないと、使い慣れてないとこうなっちゃう。はい、そうですね。そんな感じ で、あとリアの装備としてはもうエアコン当然の4ゾーンで、うん、はい、でも多分この後ろのモニター、このモニターの内容とかその、はい、あれはすごい良くなってると思います、先代に比べて。なるほど、きめ細やかに、うん、なんかそのメディアの共有とかも全部できるんですよね、うん、そうそう、すごいですよ。ここら辺はすごい進化してますね。ラジオとか聞いてて、うん、あ、一緒に聞くみたいな、ぽいみたいな、そうそういう、なんか、ね、そういうのもできるんですよ。デバイスとかもそうですし、うん、いや、ここはすごい変わってると思います。まあ、シートの乗り味とかそういうのは多分先代もすごいいいと思うので、いや、ここすごいな。普通にタブレットですよね。うん、すごい最高ですか。最高ですね。いや、こっちにすごいちょっと感動しましたすごい、はい、こんなリアシートになってます。はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、ここはちょっとどうなんでしょう、新しいものとして受け入れるべきなのか、うんうん、正直ちょっとがっかりポイントなのか。え、がっかりポイントどこですか。直録じゃないですか、うん、はい、もうその時代の流れは下げられないんだなっていう、うん、あ、 V8 じゃなくてってことですか、はいはい、あ、ただ僕 GT、うん、あれこれ S450 と同系列のエンジンですよね。で、結構今 GT、MGGT なんかも4353のロキと積んでたりするんですけど、物、うんうん、はめちゃめちゃいいんですよね。いや、だからエンジン、その、ね、プチハイブリッドのこのエンジンっていうのはすごい良くなってると思います。びっくりしますね、乗ると、本当に、はい、ちょっとこれも後で乗っていいってことなんで乗ってみたいと思いますけど、うん、ただ僕バカなんで、うん、はい、結局ブーンと、はい、そうね、あとブーンってしたいんですよ。はいはい、わかります、そのね、はい、やっぱりその儀式がね。そうなんですよ、はい、それを考えちゃうとちょっとさすがにちょっと S のこの風格で、うん、ちょっとその控えめな排気音とか、うんうん、ちょっとブーンって感じは、うん、ちょっと僕はちょっと正直残念に、うん、ただエンジンルームのこのちょっと迫力も、うん、ちょっと V8 っぽくこうエンジンのカバーとか作ってますけど、はい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 、ちょっと僕バカなんで、うん、ちょっとこう思っちゃいました。そこちょっとここら辺はね、まあ、ボンド的には物足りないかもしれないですね、うんうん、ちょっと寂しいなっていう、はい、ただまあ時代の流れ的にもう致し方ないのかなっていう、うんうん、そこはもう受け入れてみましょう。ただまあ、あと実際乗ってみて、はいはい、もう多分期待を裏切らないと思うんですよ、はい、僕本当に4353でめちゃめちゃ感動したんで、はいはい、ちょっとそれは乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。
し行きましょう。うわあ、マッサージがなんか滑らかになってる。マッサージがめっちゃ滑らかになってます、小島さん。ああ、寝ちゃいそう。あ、知ってます小島さん、あのリアのシートベルトかな、膨らむらしいですよ。うん、うん、確かにシートベルトでなんかこう鎖骨折れそうだなと思ってたら、うん、ちゃんとそこら辺も考えてるっていう、うん、キュキュキュブーンが欲しいです。だとなんかドアがどこでも止まるドアじゃなくなっちゃったんですよ。止まんのかなこれ。どこでも止まらない、どこでもドアじゃないよ、どこでも止まらないドアなの、うん、ガタガタ一個多いのがね、はいはい、っていうかでっかいなでっかいなと思ったんですけど、これデザインでそう感じてるんですかね。いやでかい、でかいですよ。数字的にはもうたかが知れてるじゃないですか、うん、いやでもでかい。あと忖度なしでいきますけど、うん、あの車が静かすぎて、うん、逆にこのエンジンかけた時のカタカタ音気にならないですか、うん、外で聞いた時の、うん、はい、もうちょっと僕正直にいきますよ全部。いいんじゃないですか忖度なしで、うん、いやいや正直に言うと、うん、こうあのグランエースの時に正直レビューしたら、うんうん、ボロカス叩かれましたからね。いやでもハイエースみたいって言った時点で、うん、ハイエースのどこが悪いんですかみたいな、うん、いや別に悪いって言ってないんですけどみたいな。いやいやでもいいんじゃないですか、反響があるってことは。いやなんか忖度したレビューつまんなくないですか。まあまたいろんな人の意見がありますからね、うんうん、でちょっとそういう方はプロフェッショナルの方にお任せして、うん、これでもあの新車のあれがついてますけど、はい、ここのやっぱり指紋ね。そうですね、ベタベタはちょっと解消したいですね、はい、フィルム貼りましょう。フィルムね、はい、あとはこの辺貼るフィルムも多分時期出てくると思いますよ、ね、はい、そういう作ったらどう、うちで。いやあるんじゃないですか、やろうと思えば多分できるんじゃないですかね。はい、狭所行った時ありましたよここ貼る、うん、それうちオリジナルでちょっと作ってみたいな。もう乗り心地、うん、はい、あの質感はもう紛れもなく S クラスです、うん、言ってそんな先代もそんなに何ですか、うん、回数も距離も乗ってないですけど、うんうん、もう超ラグジュアリー。ラグジュアリーですね、はい、だから何ていうんですかね、乗り味とか、はい、それはまあ私も乗らせてもらった時に感じたのは、良くも悪くもまああ S だなって感じですね。もう S クラスですね。特別なそのなんか感動っていうか驚きもないですけど、はい、やっぱり安定、期待裏切らないなっていう、あそうですね、うん、感じですよね。超静か、うん、っていうか、まあ、車がそのマイルドハイブリッドになって静かな、うんうん、そうなんですけど遮音性めっちゃ高いですね、うん、外の音全然聞こえない。その嫌な音は聞こえないですね。でも聞こえる音は聞こえてません。聞こえますよ。どういう上手いやり方ですよね、まあ、ガラスも相変わらずのこの分厚いガラスですけど、うんうん、まあ、あとはこのインテリアのデザインはちょっと好み分かれそうですね。確かに小島さん言う通り、うん、ちょっとここの面積の大きさが少し確かに、うん、ね、だから新しいものとして受け入れられる人はいいですけど、うん、ちょっとその超高級なデザインかっていうと少しモダンすぎて、うん、うん、ってちょっと思っちゃうのは分からなくもないです。だからその特にそのドアとのつながり、うん、つながりとかね、カクってなってるじゃないですか、うん、もうちょっとこう流線形でこうシュってこう、うんうん、で本当になんなん近未来っていうんだったら、うん、この画面がここに映ったらね、あ全部とかさ、ううホンダ E みたいにですか。そうそうそう、うん、まあ、なかなかね、そんな日本人道の変なわけわかんないやつが言うなってことでしょうけど。そうっすね、そうっすねかわかんないあとはこう画面がだいぶこっち来たんで、やっぱりこれ、うん、僕の短い手足でもちゃんと、うん、はい、届いていいっすよ。ナビしましょうか、うん、うわーすげえ乗り心地いい。これ当たり前だけど、うん、最高ですよねっていう、ね、最高ですね。あ、さっきねスーパーアリーナって言ったんで、はい、じゃあこっちがちょっとはい、メルセデス、どうぞお話しください。北谷野駅に行きたいです。結果を表示します。目的地はどこですか。うーん、ピンポン、
ピンポイントではないですけど、まあ出ました。北与野駅、もう一度お話しください。北与野駅、結果を表示します。目的地はどこですか？おい、ちょっと仕事来ちゃいましたね、はい、そうですね、この辺はちょっとさっきのところね、北与野駅、もうこの辺はアップデートされていくんじゃないですか、うん、お願いしますよ、うん、ちょっとマイルドハイブリッドのちょっとこの、うん、あでもブーンとちょっと聞こえますね、ブーンって、うん、聞こえます、聞こえます、うん、でシートが全てのうちちょっと滑らかになりましたよね、そうっすね、今そのサポートのあれもなりましたけど、うん、わーわー、でもやっぱりエンジン優秀だなこれ、うん、どっからでもフラットに加速します。確かにちょっと S に合ってるかもしれないですね、このマイルドハイブリッドのこの、うん、静かでどっからでもトルクがあって、そこのメーターヘッドアップディスプレイとかどうですか、うん、はですね、うん、あれ今これ 2D っすか、あ戻る、ナビ戻る言わないな、うーん僕は正直いらないです、うんうん、任天堂 3DS でも速攻 2D にしちゃおうかなと。あ、そうね、はい、あの上の、上のヘッドアップディスプレイは相当見やすいです。見やすいですよね、はい、相当見やすいです。で今回からかあれですけど、ヘッドアップディスプレイも設定、はい、あの位置とか左右とか全部動かせるようになってるんで、はい、いいと思いますね。だからやっぱりそのこんだけ画面大きくなっても目線って下に行くじゃないですか、はい、だからそこら辺はやっぱちゃんと考えてますよね。そうですよ、うわもう本当にラグジュアリーの極みです、うん、この極み。だからもう何の文句もないけども、言いようがないですよね、はい、ふわふわの乗り心地で、うん、これちょっとモード切り替えしましょう、うん、ちょっとふわふわすぎます僕的には。これモード切り替えないですか、スポーツモードみたいな、ダイナミックみたいな、ね、で車両インディビジュアルダイナミックセレクトスポーツ、あここにあったじゃないここにありますここにえそれメルセデス、ハイメルセデスでできないですかね、聞いてみますか、はい、ハイメルセデス、僕の滑舌が悪くて聞き取れません。はい、メルセデス。どうぞお話しください。ダイナミックモード。もう一度お話しください。ダイナミックモード。申し訳ありません。ただいま、コンフォートモードでサポートすることができません。これで今、サスペンションも。それ全部スポーツなんだ。スポーツプラス。スポーツ、ドライブ、スポーツ、ステアリング、スポーツ。ESP スポーツ、うん、じゃあスポーツです、はい、スポーツです。いや、ハイメルセデス結構、ああこのスイッチもちょっと僕これ慣れないとあれですね、うん、ちょっと新しすぎて慣れが必要です、うん、僕みたいな原始人にはちょっとこう戸惑っちゃいます、うん、全てに。でもやっぱりオーナーさんになった方もそうだと思うんですけど、実際どこまで使うのってところじゃないですか。だから自分が使えるところだけピックアップして、はい、まあ快適に使ってもらえればっていう、多分まあ全部を使いこなす必要はないですからね。ないですよね、うん、いいな、いい車だな。でもやっぱりその、うん、ね、小市民的になっちゃう考えになっちゃうと、はい、このモニター大丈夫かなってやっぱ心配しちゃいますね。本当ですか、すごいっすよねこれ、うん、いや大丈夫かなって、ここがアウトになったら全部使えないじゃないですか、うん、まあまあ前までエアコン関係とかも全部バラになってたんで、確かにそうっすね、で、はい、万が一そのモニターが消えてもエアコンとか使えた、確かに、まあ、ここのモニターの信頼度っていうのは多分相当高いんですよね。それまさにあのスマートホームと一緒っすね、うん、家なんか全部こう、うん、スマート家電化したら、それがダメになった時に何もできないっていうのはあったっすけど、
確かに、うん、ここも全部確かにそうですね、電子でしょ。まあでもそこメルセデスは分かるのか、いやいやいや、だからもう相当自信を持って出してると思うんで、はい、リカバリーモードじゃないけど、はいはいはい、最低限のところはいけると思う、ちゃんと動くようになってるんじゃないですか、うん、まあ、僕スポーツでちょうどいいんですけど、ちょっとコンフォートだと乗り味がちょっとふわふわすぎて、僕たちみたいな形のちょっと、まあ、車高落としてる車乗り慣れてる人もスポーツですね、はいはい、絶対スポーツスタートでいいですね、うん、むしろもっと硬くてもいけるっすよね、うん、ハンドリングもあれですか、ハンドリングは、あでもちゃんとこれウインカー出してもウインカー出してるんじゃないですか、はい、あそうですね、この車もそう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 、すごいな。そして小島さん最初に中でこう、うん、取り回してた時、うんうん、言ってたように、うん、これ 4WS のなんかこう、うん、違和感というか全くないですね、うんうん、ないですね、ないっす。あとちょっとこの U ターンとかしてみたいですよね、うん、なかなかちょっとできるところないんですけど、海外のやつで一車線一車線で U ターンしましょう、うんうん、あ本当に、はい、あすごい、やっぱ E クラスと同じぐらいね、なかなか S クラス一車線一車線で、うん、でもこれ U ターンできないじゃないですか、やりたい、これ今回できるか分かんないですけど、はい、駐車場を、はい、あのパーキングアシストで入れてみたいですね、あより頭良くなってんですか、なってんのかどうかちょっと知りたいですね、あ確かに、ちょっと今日時間なそうなんで、これはすごいわ、本当に車はどうなっていくんだろうなっていう感じの、いやいや、マジ未来を感じますね、未来を感じる車ですよね、だってそれ以外にもなんかその、うん、横から衝突物があった時にこう、うん、そっち側車高を上げたりする機能、うん、アウディが最初にやってましたけど、うん、それこれついてるんですよね、うん、確か、うん、もう一生お世話にならないような機能までついてて、でもやっぱりそのベルセデスもそうじゃない、はい、ベルセデスってやっぱり S があってだんだんそのグレードしたって言い方が変ですけど、だんだんこうみんな浸透していく感じになるじゃないですか、はいはい、だから全部もう C とか E とかもうこういう形になるんでしょうね多分、まあゆくゆくは、うん、はい、ただまあ正直言うと僕的にはこの画面の大きさとか、うん、あのまあテスラとかも先にやっちゃってるじゃないですか、うんうん、だからこううわでかいすげーっていう感じではなかったっす、うん、でも画面綺麗ですね、綺麗です、やっぱりここ的にあのバンパーフロントのところでのあのカメラで撮ってるんですよね多分、これこれじゃないですか、これこの、はあ、ここだってほら、ほら、うん、そうかそうか、あそこだそうだ、そうそうそう、あじゃあボンバンスついてますね、じゃあバンパーこれじゃないですか、これやった時じゃないですか、これで多分これの時だと思いますよ、多分これは多分だと思う、じゃあさっきのあれ隠してもらいたいですね、そうですよね、うん、まあでも、まあまあね、もうちょっとね、若干だからこうなんかこのメーターにしてもこのモニターにしてもちょっと後出しですけど、うん、やっぱりメルセデスそこは間違いないものを作ってきてるし、うんうん、あとは逆にこの車を見てそのテスラとかのなんかすごさを改めて、あ先にね、はい、思いましたね、うん、だってそんなマイナーだってもう僕らは免許取り立ての頃のなんかもう思いもしなかった、うん、そんな新しいメーカーがそんな新しく影響力を持ってるんですよ、うんうんうん、だから加速感が半端なくないですか最近、そうね、だからね前会議やった、やりました、社長すごい言ってたでしょ、言ってました、加速度的にいろいろなものが進化していくって、うんうん、確かにそうだなと思って、だから本当にあと、ね、何年かしたら全然車業界って変わっちゃってるかもしれないですね、特にこの222と223のこの進化の具合ってものすごいですよね、うんうん、なんかちょっと埃がすごいんだ、確かに目立ちますね黒だと、ね、あと僕ちょっとこれ今日現車見るまでは、うん、このモニターがここ、うん、そのタッチパネル前提で、うんうん、ここにあるのはいいんですけど、うん、僕みたいな手短い人間どうするんだと思ったんですよ、うんうん、で結構こうその外人がこうやってるじゃないですか、うん、いや俺手届かねえよとか思ったんですけど、うん、意外に届きますね、うん、大丈夫ですね、だから ここの調整欲しかったなと思ったんですよ、ああここのね、このこれ、このあれがね、けど僕みたいな手が短い人間でも普通に大丈夫でした、さすがにこっちじゃ届かないですけど、うんはい、でもまあ一つ言えるっていうことかもしれないですけど、今新車で頼んでる方とかたくさんいらっしゃると思いますけど、はいはい、安心してくださいってことは言えますね、そうですね、間違いありません、はい期待通りのものが来ますね、うん、これは期待通りのものがね、このヘッドレストは最高です、うん
これ後ろ乗ってもいいし前乗っても最高ですよ、うん、S はやっぱ裏切らないっていうのはそうです ね, ねこれかってないですもんね、うん、このちょっと素人かぶれした2人がとにかく言いましたけど、はいはい、毎回超高得点を叩き出しますねいやそりゃそうっすよ、だってみんなここを目指して車作るじゃないですか。そうね、各種各メーカー。でもね、僕寂しい、もう話また別に変わっちゃうかもしれないけど、うん、ベンツの SL の位置がねちょっとやっぱどうしても悲しいですね、うん、SL ってなんか昔から昔だったらもう超有名じゃないですか、うん、名車 SL どこ行っちゃったのかなと思いますよ。そこは GT に期待しましょう。そう、屋根開かないですけど。いやなんか SL… あ GT 屋根開くのが買えばいいか、うん、ロードスターあるね、はいうん、そうですね。 SL のちょっと立ち位置微妙になっちゃいましたよね、うんまあ、時代なんでしょうかね、うん、でも昔 SL 貯金とか言ってなかった。知らないです。なんですかそれ SL 貯金って。知らないです。 SL, もうもう SL 貯金って言ってもいずれいつかは SL 乗ってやるって。ああそういうことですか。そうそうそう、だちょっとその伝統もちょっと追い求めてほしいですけど僕的には、うん、ただこれじゃないシート話変わりますけどこれじゃないシートのやつ見ました。いや見てない。こっちのダイヤモンドステッチじゃない方のシートを、うん、こういう普通の縦のラインのシートなんですけど、うん、それなんか昔の S クラス、うん、もうめっちゃ古い S クラスのシートにすげえ似てるんですよ、うん、ちょっとクラシックな感じで。そうっす。あそれいいね。僕あのブラバスクラシック行った時に、うんうんうん、そのレストアしためちゃめちゃ古い S クラスのリムジンがあって、うん、そのシートすごくこう特徴的なシートなんですよ、うんうんうん、それを思い出しましたね、うん、これじゃないシート、うん、わかっこいいと思って、うん。でもなんかそのあんまり僕洋服とかあんまりあれですけど、はい、おしゃれとかもやっぱりこう回るんでしょ、やっぱ時代的にこそ。あって言いますよね、うんはい、だからおしゃれ番長飯村君には負けちゃいますけど、はい、いやーいい車だな。最高です。最高ですね、はい、いいな S クラス。じゃあちょっとあの返却ついでに、はい、高速乗らせていただいて。爆走しますか、はい、いや爆走しないです。お借り物なんで、はい、いやでもそこじゃないですか、うんまあ、ちょっと返礼を見るんであれば。そうねそうね、はいうん、やっぱりこうアウトバーンのある国で作った車は、うんうん、やっぱりこんな市街地30キロで流していいですねって言っても、はいはい、ダメなんですよ、はい、せめて100キロ出さないとそうね、まあうんまあ、ちょっと大宮線なんで100キロ出せないですけど、うんはい、しかもね距離 もうあっという間に終わっちゃいますけど ね、うん、いやこれはいいっすよ、うん、もう到底後ろに乗る格好じゃないんだけどね、うん、格好もそうだし、まあ、これだとやっぱりここのミラーがすごい 見づらい、ね、あ確かに。で一番前まで出しちゃうと後ろから前見えないっすね。本当に、はあまあ、運転席側の前見えますけど、うん、ちょっとこれからお車を返却しに高速に、はい、乗りましょう。乗りましょう。そしてタブレットを、タブレットどうやったんですか、これポチ？うわーすごい、ポチッと押しただけで出てきた。ようこそ。でこれ戻すと、あ勝手に吸い込んでくれるっていう。あれこれスポーツプラスですか？うん、え全然スポーツプラスでも後ろ快適っすよ。本当に？はい、あ。むしろなんか柔らかすぎるとちょっとこう、うん、酔っちゃうもんね。酔っちゃわないですか、うん、僕ちょっと固めの方がいいんですよね。もう最高、この開放感。そしてこのシートベルト、うん、ちょっと若干こうつけるとき違和感ありますけど、うん、しちゃえば別にって感じですね。これ膨らむシートベルト、ベルトバック、えベルトバック、ベルトバック、どういうこと？あ、そうなんだ、そういうことなんだ。へえ。さあ、行きますよ。うわぁ、最高です。うわぁ、これアンビエントいいっすね。アンビエントね。今回ちょっと僕、エヴァンゲリオン新劇場版ちょっと待ってるんで、緑色にしました。初号機発進って感じじゃないですか。それ誰も何にも言えないですよ。でもちょっと僕さっき小島さんと試運転したじゃないですか、試乗したじゃないですか、うん、思ったのはそのスタートのボタン、うん、ちょっともうちょっと何ですか、雰囲気欲しくないですか。あここね、そうっす、うん、ちょっとチープっすよね、うん、ちょっとねこうインテリアもね、だから、うん、やっぱアンビエントをメインにしてるんじゃないですか。
あとはなんかそのエンジンをかけるっていうことになんかもう儀式じゃなくなってんのかなっていう気するんですよね。そうね、体感も普通に電源ボタンになってたし、スイッチのね。そうなんですよ。もう何回も言うんですけど、僕バカだからなんか本当に結局ブーンをなんかこう、そこの儀式欲しいなと思っちゃうんですよね。いやなんか本当に俺あの運転手になった感覚ですねこれ。いやもう最高ですよ。後ろ超広いし、こんなだって足伸ばせますよ。どうすかステアリングフィールは。うん、いやもうだから、まあ、やっぱりあれだね、安定な感じで正常進化って感じですか、うん、あステアリングあれして、あパイロット、あれこれもしかしてあれですか、真ん中走らせるタイプですか。うん、そう、それやりたかったんだけどちょっとあれだね、やっとけばよかったな、失敗したな。それ設定でできないんですか。できると思うけど、その設定の仕方が今運転しながらだとちょっと。ああそうですね、あれあっちはしたんだけどね。でもレーンキープはしてると思うんだよ。もう最高。ちょっとじゃあ、え、外部の音とかも全然違う、ね、違いますね。違う、ちょっと車線変更1回と1回加速お願いします。制限速度内でちょっとじゃあ加速します。 4WS 車線変更どうすか。うわぁ、違和感あります。いやなんか滑らかスーって感じ。加速も結構 G 感じますね、うん、だってさなんか本当に本当にいいか、あのなんかフラフラしてる。でも本当にそうですね、こうロールあってこう溜めてこうグイって感じじゃないですね、うん、全然全然そのまま斜め移動ですね。スーって感じ、それ後ろでも感じますよ、うん、いやこれはでも進化してますね。溜めがない、うん、そのまま斜めに直線移動しますね、うん、いやいい車だな。これ逆に63楽しみだな。これに乱暴さが追加されるんですよ、うん、ブラインドも全部ついてて当たり前だけど、いやもう最高、うん、これ本当にあの遠くまで快適に行けますねこれ、うん、出張も。いや本当ですよ、出張も全然、はあ、これ運転してもいいし後ろ乗ってもいいし、うん、もう S クラスやっぱり期待裏切らないな、この辺とかもね。いや、いかんせん見づれえなこれ。シートがあるとすか。戻しますかちょっと。いや、とりあえず大丈夫です、ね。で、やっぱり S クラスの、はい、一つの魅力は、はい、まあ輸入車一般的に言える部分もあるかもしれないですけど、はい、皆さん車優しくなりますね。ああ、そうですね、そうですね。わかります、わかります、わかりますよ、うん。もうフライングスパーとか乗るとみんな優しいんですもん。みんな入れてくれるっす。周りの車がみんな優しくなりますよね。ちょうどちょっとここで U ターンしますけど、これ全然この一番シート前にしなくても、はい、全然広すぎて、うん、持て余しちゃいます僕だったら、ね、足元すごい20センチぐらいありますよだって。ああ逆にでもこのくらいの方が見えていいかもしれないですね僕的には、うん、さっきのねちょっとなんか、うん、ちょっと前すぎちゃうと寝てくときはいいですけど、うんうん、この辺の装備と、いやまとめてみたらどんな感じですか。最高ですまとめたら最高です。最高ですか、はい、いや、 やっぱり期待裏切らないですよこれは、まあ、デザインはちょっとその好き嫌いあると思いますよ、うん、エクステリアしかり、うん、その内装のダッシュボードのデザインしかり、うん、はい、だエクステリアよりインテリアのちょっとそのダッシュボードのデザインの方がちょっと受け入れるのに時間かかりそうな気しますね。なんかだからもう絶対かっこいいっすよこれ改造したら。もうすぐ改造の話になっちゃうんですけど、いやいいんじゃないですか。オプション21インチにローダウンだけでめちゃめちゃかっこいいと思いますけど、
後ろマッサージですよ。ベンチレーションもシートヒーターもついてて、うん、あ、これどのぐらいアクセル踏んでるかとかブレーキ踏んでるかとかも分かるんですね。本当に、はあ、ちょっと小島くん飛ばさないでくれるかねっつってですか。そこに出るの、はあ、出てます。アクセル、ブレーキ、燃費だったりも。いや、これちょっと後ろのタブレットでしばらく遊べますね、うん、なんかすごいでしょ。すごいです、すごいでしょ、はあ、うん、ナビもそうだし、いや未来はすごいですね。そうですね、はあ、あ、燃費とかも全部出る、あ、ブーストとかも全部出ますよ。はあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今回は新型 S クラス223ですねをちょっと紹介できなかったんで、そうです、はい、もうちょっと素人、はい、まあこれからですね、はいはい、一緒に見るっていう動画だったんですけれども、はい、で新車の方もアリーナ店の方で、はい、まあ、アリーナ店限らずですね、ボンドカーズ全店で、新車の方も取り扱いできますので、ぜひ、ご相談の方いただければと思います、まあ、いろんなメーカー行けますよね。あ、もうどのメーカーでも、はいはい、まずはあのできないメーカーも正直ありますけれども、まずはご相談いただければ、はい、対応させていただきます。というわけで新車のご用命もお待ちしております、はい、というわけで今回は W223 をご紹介させていただきました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。